天皇皇后両陛下がオンラインで視察されたのは三島町にある特別養護老人ホーム東樹園です。延期されていた敬老の日にちなんだ訪問で、両陛下が県内をオンラインで視察されるのは9ヶ月ぶりです。両陛下は県立博物館の山口博学芸員から、施設で入所者のリハビリに行われる心理療法、回想法といわれる取り組みについて説明をお受けになり、その後の懇談で、お体に気をつけてお過ごしくださいなどと入所者にお言葉をかけられました。これ生涯の宝と私は思っております。本当に良かったです。